はい、こんにちは、タカです。昨日のそば、月曜日とはまるっきり逆な動きが出た一日だったと思いますけども、この動きによって少し景色の方は見えてきたように思います。ただ少し僕が難しいと感じているのが円そばですかね。円が絡む通貨になりますけども、こちら陰指数になります。下落トレンドは確かに見えていて、昨日はしっかり買いが入ったんですね。ということは買い戻しで、波の反転が少し見えてきたということなのかもしれませんけども、ただこの売りのトレンドに対しての調整局面見ていくんなら、これぐらいのサイズ感では見たいところ、いいところまでは戻ってるんですよね。ただすごくこの買い戻しが強いと、この円の動きをどう見ていくのかというのは僕は少し難しく感じています。はい、そしてこちらがドルインデックスになりますけども、こちらはレンジの中に戻ってきてるんですよね。下を試してダメだったといった形が見えてます。ですからこのレンジの高値、試す動きを自分なら見たいと思うんですよね。まだレンジの動きに過ぎないとはいえ、少し僕はこちらはドル買いを見たいところです。なので、円相場は少し僕は難しく感じている中で、少しドルの動きは見えてきたように思いますんでね、ドルの買いの流れ、ドルの強さですね、このあたりを今日は意識して見ていこうかなと思ってます。これを踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロドル、時間足に冷え性を重ねています。ドルの強さを見ていくということになりますので、上値重い形を見ていくことになります。日足を見ていくと、こことここもう少し高値を試してダメだったといった形ですかね。すぐに売りが入っています。 1.10 手前あたりは強い抵抗があるのかもしれません。すると、このあたり現在地ですけども、このあたりをレンジと見ていくんならまだレンジの高値圏なんですよね。相当な売りが入ってはいると思うんですけどね。ただそれでもまだまだ安値圏までは遠いかなとも思いますんでね。ドルの強さも見ていくということもありますんで、引き続き売り目線、売り場を僕は探していこうかと思います。ではどのあたりをバックに置くかということになりますけども、これは 1.10 を超えたところが上値重いというのが、これは日足環境の今の環境認識だと思いますんでね。再度 1.10 これを抜けてくると、少しやっぱり環境の変化は見えてきそう。このあたりをバックに置きながら売り場を探ることになりますかね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくと 1.09 の80から90あたり、このあたりに強い抵抗を見ています。これ一回抜けたんですけどね、これが潰されたということで、高値チャレンジ失敗という形ですかね。するとこの現在地、まだまだ僕は高値圏になってくるんではないかなと。高値圏ですからね、この下レンジありますから、であれば次の流れはレンジの上から下までの流れ、もちろんこう押し目買いの流れ、なくもないと思いますけどもね、そんなに強いんであればこの辺りで買いが入っていてもよかったんではないかなと思います。昨日はそういう流れもなかったですからね。見ていきたいのは上値の重さ、ドル買いかなとは思います。現在地、少し売りが強くてね、売りにくいかと思いますけども、それでも引き続き売り場探しを見たいところですかね。この辺りで小さくてもいいですかね、足場なんかが見えてくると売りやすくもなってきますかね。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。円も昨日はすごく強かったですね。月曜日に円安の流れがありましたんで、高値抜けたんですね。この動きを否定する動き、包み足が出ています。こうなると高値チャレンジ失敗の形が見えています。チャートはすごく強い上昇トレンドがあります。ですから現在は調整局面と見ていくのが妥当になってきますかね。すると現在地、まだはっきり見えてはこないですけどね、おそらく安値圏に近いところには来ているんじゃないかなと。ですから、かなり強い売りが入ったのはこれわかるんですけどね。ただ安値圏、売りを見ていくんであればちょっと売りにくい場所にはなってくるかなと思います。この辺りが冒頭で見た陰指数にも絡むところなんですけどね、円はいいところまで買い戻されているんですね。これをどう判断するかというのがかなり人によって意見は分かれていきそう。例えばユーロ円であればチャートの崩れまではまだ見えてはいない、上値重い形が見えただけですからね。サポート見えればまた買いが入ってきてもおかしくないわけで、積極的なショートはすごくやりにくいチャートのように僕は見えますけどね。ではロング見ていくのはどうかということになりますけども、昨日これだけ強い売りが入りました。ロングを見ていくんであれば面白い場所だと思いますけどね。ただ買っていくんであれば一旦流れを止めたという形ぐらいは見せてほしいところです。慌ててバチンと買っていく必要はないように思いますね。というところで、円の強さを見ていくことになるんですけども、今の現在地がやりにくい、ユーロに関しては僕は様子見になってしまうかなと。売りを見ていくんであればユーロドル、このあたりがメインになってくるかなとは思います。
相変わりまして、こちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドドルもかなり大きな売り場機能が入りました。おとといですか、月曜日にドルが弱かった、高値ブレイクしたんですけどね、これが潰されてしまいました。まあ、高値チャレンジ失敗の形と見てもらってもいいのかなと。であれば、まあ、このあたりレンジ見ていくんであればですけどね、高値圏から売りが入ったということになりますんで、現在地は安値圏ですけども、まあ、上を試したという形が直前にあるだけに、下に抜ける動きにも警戒はしたいところです。反対側を試して抜けなくて、その結果下の方に抜けてしまうというのはよくある話になりますのでね、今回これで3回チャレンジして抜けなかったという事実までありますので、まあ、少しこう上値の差を見ていくことになりますかね。 1.23 の真ん中あたり、このあたりがまあ最終防衛ラインということにもなってくるかもですね。割り込んでしまえば次の波の起点までの下落、 1.22 あたりですかね、このあたりまでは見えてきます。安易なロング押し目買いというのも気をつけたいところですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。昨日かなり大きな売りが入っています。少し流れが止まってきてますかね。調整局面の形が見えてくれば、次の売り場が見えてくるかもですね。まあ、売っていくんなら、下の方では売りたくないですね。調整レンジが見えてくるんなら、レンジの上から売っていくのが基本かなとは思います。まあ、このあたりは直近の安値付近でもあったりもしますんでね、流れが止まりやすいところだと思います。流れが止まれば調整の動きも出てきやすいですから、高安もある程度見えてくるんではないかなと思うんですね。この高値が見えてくれば次の売りを見ていけばいいのかなと。すぐにこう何かをやっていくようなね、そういった場面ではないかなと思いますけども、まあ、引き続き僕は売り場を探りたいですね。このあたりの動きなんかも参考に見ながら、まあ、1.24 台あたりですかね、このあたりを一つのこう売り候補として、今日は値動きを追っていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。昨日のポンド円も大陰線ですね。高値から2円近くの下落になっています。大きな売りになりましたけども、問題はそこではなくてその前だと思うんですよね。買いが入った値動きに対して否定する動き、まあ、包み足が出てますから、まあ、相当上値が重い状況を見えてます。直前には強い上昇トレンドも見えていたんですけどね、まあ、これも一旦も完全に流れが止まった格好です。自分なら調整局面意識します。まあ、するとこう売りは見たいところなんですけども、今の現在地がすごくやりにくいレンジになってくるんなら、おそらく安値圏かなと。抜けてくれば話は変わってきますけども、まだブレイクという形も見えてはいない。このあたりがまあ今のこの相場の難しいところ、まあ、黒線全体的に同じことが言えるわけですけどね、少し黒線の難しいところかなと思います。円は強い買い戻し、確かに入ってはいるんですけども、ただいいところまでは買い戻されてるんですよね。抜けてくるかどうかで、判断は大きく変わってきそう。現状まだ抜けてないわけですからね、レンジの安値圏は強く意識を持ちながら、まあ、売り場を探ることになるんですかね。まあ、そうすると現在地で売っていくというのは少し慎重になってしまいますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。昨日は相当強い売りが入りました。現状まだ流れが止まっていないような流れですけどね、ただこの辺りは直近の安値にもなりますんで、すごく抵抗は出てきやすい場所にもなります。抵抗出てくれば調整レンジなんかも見えてくるんではないかなと。冒頭で触れた演出、これもまあいいところまで戻ってきたというのもありますんでね、そういったところからも、まあ、特にこの突っ込んだところの売り、これは気をつけたいところです。ではロングを見ていくのはどうかということになりますけども、まあ、これもまあサポート近いですからね、まあ、一旦ロングしてこう投げたら割れるでもいいと思いますけども、ただ昨日相当円強かったですからね、この円の強さというのは僕は今日も見ていきたいところです。ただまあ買いにくい位置なんですね。ですから買わなくてもいいと思うんですけども、まあ、売っていくのはちょっと慎重になってもいいのかなと思ったりはしますね。黒線はまあかなりこう強い売りが入りました。円高というのも今後に出てきそうな流れになっていますけども、今の現在地はすごくやりにくいところです。このあたりを踏まえてどう判断するかになってくるんですかね。自分ならまあ売っていきたいと思いますけどもね、売り場所は相当慎重に、まずは調整レンジの高値を探していきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。本当にこの5ドルが弱いですね。先週の前半あたりはこう強い流れもあったんですけども、まあ、金曜日に全てを潰しました。そして週が明けて月曜日火曜日と引き続きまあ売りの流れが出てきてしまっています。加えて、ドル、もしくはこの後見ていきますけども、円相場もそうですけどもね、ドルや円に買い戻しが入ってきているんですよね。まあ、そうするとこの弱い5ドルというのがかなり効いてきます。強弱の差がついてくるということですね。昨日も強い売りの流れが出ています。直近の安値も割り込んできていますけども、ただもう少し下、直近の安値なんかはありますので、抵抗はすごく下は出てくるかもしれませんけども、ただまあどうですかね、この抵抗を受けて反発するのかどうか、過去にはこれだけの売りのトレンドがあります。
売りの流れが出てくるんならむしろこう戻り売りがしっかり入ってきたと見ていく方がいいのかなと思ってはしまいますかね。まあだいぶ突っ込んだ環境になっていますけども、それでも引き続き売り場探しになるかなとは思います。はい、そしてこちらが4時間足週足を重ねています。週足環境ちょっとこれもう注意喚起と言ってもいいかもしれません。こういったレンジが見えてるわけですけども、今下への流れが出てきてるんですよね。過去にも同じようなところで足場を組んでいます。つまりこの辺りはネクラインなんですね。強いサポートになっています。この下をまあ真空地帯と見てもらってもいいかもですね。割り込んだら少し強い売りは出てきてしまうかも。波の起点が 0.62 と現在 0.66 ですからね、だいぶ下げ打ちがあります。まあ正直まだこれ割れるかどうかはわからないわけですけども、まあしっかりこう備えていくというのは大事になってくるかなと思いますね。はい、変わりましてこちらが15分足、4時間足重ねています。短期足見てもサポート機能を割り込んでいます。下落トレンドも見えてはいますけども、だいぶ突っ込んでますからね。まあ一旦の調整の形ぐらいは見てもいいのかなと思います。ですから今日はこの戻りの壁探しが僕の最初の仕事ですかね。当然まあドル買い、ドルの強さも見たいところですから、まあ当然ドル買いは見たいところですからね。こういったレジスタンス抵抗が見えてくれば一旦は売っていきたいところですかね。今日に関してはこの売り場探しが仕事になってくるかと思います。目線はショートで見ていきたいと思います。安値更新も十分あるんじゃないですかね。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。昨日相当大きな売りが入りました。 1.5 円ほどの下落になっています。まあ5ドルがすごく弱く円が強かったですからね、こういった値動きは仕方がないんですけども、ただこれも冒頭で触れた演出いいところまで戻ってるんですよね。チャートの方を見ていくと直近安値、そろそろ迫ってきています。まあ弱いのも弱いですね。それも十分わかるんですけども、ただこの辺りはすごく抵抗にもなりやすい場所、すぐにこう波の判定などを見ていく必要はないと思いますけども、ただやっぱり抵抗を受ければ多少の戻りなんかはあってもおかしくはないわけで、まあ、すると今の現在地はちょっと売りにくくはなってきたかなと思います。流れが止まれば調整局面の形も見えてきます。一旦はこの形を待ってもいいかもですね。黒線、まあ5ドル円だけではないんですけどね、まあ少しやりにくさはありますね。いい戻りが入っていて、円の強さは見たいところなんですけども、少し円は買いにくいかなとは思います。はい、こちらが15分足4時間足重ねています。短期足見ても売りのトレンドはしっかり見えていますけども、まあ流れが止まりつつありますかね。この辺りを調整と見ていってもいいのかなと思います。であれば、もし売っていくんならばね、まずはこの戻りの壁、抵抗というのを見つけていかないと次の売りの流れがなかなかまあ見えてこないんではないかなと。下のサポートは若干強く見えてはいますので、流れが止まるのはもう仕方がないと思うんですね。ただまあ売っていく場所をですね、そこには神経は使っていきたいなと思います。まずは戻りの壁探しになってきますね。はい、ということで、ドルも円もすごく強いトレンドが出てきています。今日も引き続き、ドル高円高そのあたりは見ていこうかと思うんですけども、ただまあその中でも円相場ですね、こちらがまあいいところまで戻ってきたということで、まあ少し見づらいところはあるのかなと思ってはいます。一方でドルに関しては一度こう下を試した形がありますんでね、引き続きまあドル買い見たいなと思ってます。7番見ていくのはまずはドル損になってくるかなと。強いドルを見ていくんであれば弱い通貨が基本になる。最近の弱い通貨となってくると、もうこれは5ドルになってくるかと思うんですよね。まあ昨日もかなり大きな売り入りましたけども、今日も安値更新は見ていくことになるかなと。直近の安値ではありますんでね、流れが止まりやすいところではあるかと思います。多少の調整なんかは出てきてもおかしくないですから、まあ、そういった環境に注意をしながら売り場所を探っていこうかと思います。はい、そしてまあ5ドルほどではないですけども、ドル通全般やっぱりこう上値が重い状況を見えています。特にユーロに関しては、高値チャレンジ失敗の形、これも明確に見えていますので、まあ現在地もまだ高値圏だと思うんですよね。波の起点までの下落なんかはこれは意識して見ていくことになるかなと。少しこう上値が重い状況も見えてきたかなと思います。売っていく場所は少し難しそうですけどね、まあいいトレンド出てますので、売り場所は難しそうですけども、ただ目線としてはまあ売り目線で固定して見ていこうかなと。またしっかり買いが入ってくるとこれも環境変わりそうですからね、売っていくんならこの強い戻りにだけは注意をしながら、流れを見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス株式についてはビズ動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。